鶴田ダムは、鹿児島県薩摩郡薩摩町、一級河川、川内川本流中流部に建設されたダムである。国土交通省九州地方整備局が管理する国土交通省直轄ダムで、高さ117.5メートルの重力式、コンクリートダム。完成している国土交通省直轄ダムとして、また、重力式、 コンクリートダムとして九州最大の規模を誇る。川内川の治水と水力発電を目的とした特定多目的ダムであるが2006年7月に発生した平成18年7月豪雨による川内川の水害を機に洪水調節容量を現在の1.3倍に拡張するダム再開発事業が行われた。ダムによって形成された 人造湖は、大鶴湖と命名されているが、総貯水容量としては、宮崎県の一津瀬ダムに次ぐ、大規模な人造湖であり、2005年には、財団法人ダム水源地環境整備センターが、選定するダム湖100選に選ばれている。川内川は、南九州における河川としては、大淀川に次ぐ大河であり、 九州山地の白髪学南六に発し、大口盆地の水を集めておおむね西に流れ、薩摩仙台市において、東、シナ海に注ぐ、流路延長1 3 8 0トル流域面積1617平方キロメートルの河川である。流域は、九州でも、屈指の田植地帯で、かつ、台風の上州地帯であることもあり、大雨による被害が古くから、 流域住民を悩ませていた。1906年6月21日に川内川は下流部で甚大な水害が発生した。当時河川行政を管轄していた内務省と川内川を管理していた鹿児島県はこの洪水を基準とした河川改修を1931年より開始。主に堤防の建設と川幅の拡張による 地水対策を行っていた。この時の基本高水流量は、下流の川内において、毎秒3500トンであった。戦後も枕崎台風をはじめ、ルース台風など川内川流域は、水害の被害を受けたが、この時点で下流部の河川改修はほぼ完成に、近づいており、これ以上地水を万全な体制にするにはダムによる、洪水調節が必要となった。 すでに、九州各地では、筑後川水系や熊川水系、大野川水系、大淀川水系で多目的ダムを基軸とした河川総合開発事業が、建設省や各地方自治体で計画されていたこともあり、川内川においてもその機運が高まった。1950年に、鹿児島県は、川内川の治水ダム建設構想を建て、ダム建設に適した。 候補地を検討するための予備調査を開始し、航空測量を開始した。この調査は、翌年には建設省九州地方建設局が引き継ぎ、以降川内川のダム計画は建設省の直轄事業として進められることになった。調査を開始した3年後の1954年8月、鹿児島県北部を豪雨が襲い川内川流域は、またも、被害を受けた。 この水害では、今まで基準となっていた、明治三十九年六月の水害を上回る、洪水となり、中流部の薩摩郡鶴田村で、毎秒三千一百立方メートル、川内では、毎秒四千百立方メートルとなり、流域の被害が拡大した。これを受けて建設省は、昭和二十九年八月水害を基準とした、治水計画に改め、この計画を達成させるには、 中流部の鶴田村にダムを建設するのが必要との結論に達した。またこの時期は全国的に電力不足が深刻になっており、1952年には電源開発促進法が施行されて電源開発株式会社が発足。全国各地で水力発電に適した河川の開発に乗り出していた。 電源開発は、九州において急流かつ、水量の豊富な河川を検討し、熊川と、この川内川を水力発電の新規開発地点に、選定。ダム式発電所の計画を立てた。この中で建設省が進めていた地水ダム計画に、電気事業者として参入する方針を固め、1959年に、多目的ダム事業として計画が変更となった。 この川内川総合開発事業の期間事業となったのが鶴田ダムである。ダムは川内川の中流部、大口盆地と川内川下流をつなぐ、峡谷部に計画された。ダムサイトは狭い谷であり、その上流部は比較的広い谷となっており十分な貯水容量が確保できるのでダムを建設するには理想的な地点であった。 当初の計画では高さ83.0メートル、早貯水容量が6200万トンの計画であったが、その後の治水計画の改定や水力発電事業の目的追加によって高さ117.5メートル、早貯水容量が1億2300万トンの巨大ダム計画に変貌した。当時、日本で計画されていた多目的ダムとしては屈指の規模で、西日本においては、 最大の多目的ダム建設事業であった。だが、これに伴って、鶴田村をはじめ薩摩町、大口市の一市,市に町村で90個の民家と、公共施設30棟、合わせて120世帯が水没の対象となり、強い反対運動が起こった。保障交渉には、約2年を費やし、1961年までには、漁業協同組合の漁業権保障などとともに、 妥結したその後本体工事が行われ1964年11月10日には本体が完成ダム湖に貯水が開始され1965年に完成した計画発表から15年を費やしているダムの目的は洪水調節と水力発電である洪水調節については 昭和29年8月水害を基準とし、ダム地点で、毎秒3100トンの洪水を毎秒700トン分、カットして下流には、毎秒2300トンを放流する。さらに堤防整備や、稼働回収などと合わせることで、薩摩仙台市において、毎秒4100トンの洪水を、毎秒3500トンに低減させる。水力発電については、 電源開発によって、ダム直下に川内川第一発電所が建設された。この川内川第一発電所は認可出力が12万キロワットであり、揚水発電を除く九州の水力発電所の中では、九州電力が所有する一筒発電所の18万キロワットに次ぐ大規模な水力発電所である。また、 川内川第一発電所が放流した水が下流に影響を及ぼさないよう水量を調整する逆調整地が鶴田ダムの下流に建設された。これが川内川第二ダムであり第一発電所から放流された水を調節して下流に一定量を流すことで薩摩町や薩摩仙台市の沿岸流域に放流水量の急増に伴う影響を及ぼさないようにしている。 また放流された水量を利用して最大で1万5000キロワットの電力を発生させる川内川第二発電所が建設されている。再開発工事川内川の治水の用として建設された鶴田ダムであるが、戦術の通り川内川流域は屈指の田内帯でありかつ台風の上昇地帯である。このことからダム完成後も当初の計画を上回る。 洪水が記録され、その度に洪水調節能力を発揮したが、自然の猛威はダムの能力を凌駕する大雨をもたらすこともあった。1969年、1971年、1972年と、川内川流域は相次いで洪水の被害に見舞われ、従来の治水計画では限界に近づいていた。 このため1973年に建設省九州地方建設局は川内川の治水基本計画である川内川水系工事実施基本計画を改定。鶴田ダムの治水容量を増量する対策を講じ、当初は約4700万トンの容量であったものを一挙に約7500万トンに拡張して、 洪水調節能力を高め、従来毎秒700トンをカットしていたのを、約2200トンカットする方針に変更した。これに伴い基本高水流量もダム地点で毎秒4600トン、川内市で毎秒9000トンに変更して、不足の事態に備える体制をとった。この計画では、鶴田ダムの他に多目的ダムを建設し、これと合わせることで、 治水計画を達成させようとしたが結局ダムは建設されず、鶴田ダムにそれらすべての役割がのしかかった。こうした状況の中で発生したのが2006年7月の平成18年7月豪雨、通称鹿児島県北部豪雨である。地球温暖化の影響でここ数年の日本は記録的な大雨による被害が毎年各地で発生していたが、 この豪雨では、過去に例を見ない激しい豪雨となった。すなわち7月20日から降り始めた豪雨は、川内川の源流部で、史上最悪となる大雨を降らせ、降り始めからの降水量は、宮崎県比の高原で1264ミリ、格闘で1023ミリ、鹿児島県大口市で1087ミリ、紫小山で1237ミリとなり、 年間走行水量の約半分がわずか1週間程度で降り注いだ。このため、川内川は計画降水流量を大幅に上回る洪水となり、上流部の吉松観測所では警戒水位を3.72メートル、下流部の宮野城観測所では実に警戒水位を7.0メートルも上回る大洪水となった。このため、上流、 下流でおよそ2160個が床上、床下浸水の被害を受ける溝の災害となった。鶴田ダムについては7月20日の時点で洪水調節を開始。1973年に改定された止水計画に沿って毎秒2000トンの洪水をカットし続け、2日間で洪水調節容量をほぼ1杯の約7000万トンをダム湖に貯水した。 しかし上流部の降水量はダムが調節可能な量をはるかに超えており、ついに7月22日の午後ダムは、洪水調節機能を喪失した出し書き操作による放流へと切り替えた。結果的には、宮野城においてダムがない場合と比べて、約1.2メートルの水浴性、ピーク流量到達時間を約4時間遅らせることが、 できたものの完全に水害を抑制することはできなかった。このため特に被害の大きかった薩摩町宮野城地区の住民を中心にダムの治水能力に対する不安や不満が持ち上がった。平成18年7月豪雨で流出したダム下流の道路。手前にあるのは窒素川内川発電所跡。事態を重く見た。 国土交通省九州地方整備局は被災した住民や流域の自治体から意見を聞くための聴聞会を開くことを決め、翌2007年2月に鶴田ダムの洪水調節に関する検討会を3月には流域住民との意見交換会を開催、以後数回実施して住民からの要望や意見を聞いた。この中で被災住民からは下記に限定して、 鶴田ダムを治水専用ダムにしてほしい、あるいはダム放流の際の防災体制の強化、拡充を図ってほしいなどの要望が多く出された。国土交通省は防災体制の強化について放流を知らせる、情報表示板の増設や放流量、流入量を防災行政無線で放送するといった対策を行うことにした。 そして住民から最も多く要望された、治水ダム化については下記に、洪水の危険が迫っている場合に、あらかじめ発電用の容量を放流し、空いた分を洪水調節容量にスライドする対策を行い、同年7月15日の台風4号において、早速操作を開始している。さらに、ダム本体の治水容量を増加させることも検討され、2008年より、 ダムの治水容量を1.3倍増量させる、鶴田ダム再開発事業が着手された。事業の内容は、従来の放流施設より低い位置に放流施設を増設し、従来の取水容量に1050万立方メートルを洪水調整容量として活用するものである。放流施設の増設に合わせて、取水容量を 発電容量に活用するための発電管の付け替えも行われる。2019年1月27日、300人を集めての完成式典が開催された。近年の異常気象の前では、ダムといえど完全な治水が達成できないことを、図らずも証明した豪雨災害であるが、行政と住民が対策を検討して、ダム事業を改良しようとした一例である。 こうした例は、徳島県の長安口ダムなどでも見られる。大鶴湖。九州屈指の規模の人造湖。鶴田ダムによって誕生した人造湖は、旧鶴田町と旧大口市にまたがる巨大な人造湖である。こうしたことから1987年に、大口市の大と鶴田町の鶴をとって、大鶴湖と命名された。 湖は周辺整備が行われ、春には染吉野ヨシノが湖畔を彩る。このほかジョギング大会も開かれ、例年500人以上が参加して、見客を競う。ダム下流にはダムフれ合いパークも建設され、休日には親子連れで賑わう。また湖の上流端にはソキの滝がある。このソキの滝は東洋のナイアガラとも呼ばれ。 増水時には川幅いっぱいに渇水が豪快に流れ落ちる。展望台や売店などもあり、戦国期に活躍した島津市の重心、三色忠本を祀る忠本公園とともに、多くの観光客が訪れる伊佐市の観光スポットである。また、大鶴湖は、九州におけるヘラブナ釣りのメッカとも言われ、毎年2月頃から巨大なヘラブナを釣ることが可能であり、 多くの釣り客が糸を垂らす。しかし近年では、ブラックバスの増加が懸念されており、毎年春には、駆除を目的とした、バス釣り大会も催されている。1991年6月15日、体長30センチメートルで全身が、金色のナマズが釣り上げられ、話題となった。 翌1992年6月26日にも体長40センチメートルでに黒色が残るもののほぼ全身が金色のナマズが捕獲された。大鶴湖は2005年に大口市と鶴田町の推薦を受け、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖百選の一つにも選ばれた。また、下流の川内川第二ダム直下には、だ。 波大師と呼ばれる石碑がある。これは1869年、増水した川内川に投げ出された父を助けようとして、絶命した上村つとも子を検証する石碑であり、この話が明治政府に伝わって、翌1870年に鶴田里の地頭などが、混流したと伝えられている。本来は遭難した上流部に碑文と共に存在していたが、 平成18年7月豪雨の際に増水した川内川によって被分は流出。かろうじて石碑は残ったので下流に再建されている。洪水による悲劇を今に伝える石碑である。初期の滝より下流 1.5km のところには旧素木発電所以降がある。これは1909年、日筆コンツェルンの創始者である野口下がうが、 水俣市の化学工場に電力を送電するために建設した水力発電所の移行で鹿児島県唯一の明治期建造をレンガ建築物と言われている。戦後は窒素水俣工場へ送電を行っていたが1965年の鶴田ダム完成により水没した。この移行は 国の登録有形文化財に登録、また近代化産業遺産に認定されており2004年には補修工事も行われている。毎年4月頃より姿を見せ始め、ダムが洪水調節のために水位を下げている9月までは、その姿を見せるが当期には完全に水没する。最も完全な姿を見せるのは6月である。この移行は、初期の滝から、 ダム方面へ進むと展望台があるため、そこから全容を見渡すことができる。この展望台もダムの周辺整備事業の一環として建設されている。ありがとうございます。